すごく柔らかくて、噛めば噛むほど上品な旨味が口の中いっぱいに広がります。鳥取県産 A5 ランクの牛肉が楽しめるランチセット、2550円です。今日からこれが条件を満たせば1000円引きの1550円で食べられるんです。米子市のもっと米子を元気に飲食店応援キャンペーン第2弾、市内252店で1人当たり1000円以上の飲食で500円、そして今回から2000円以上の飲食で1000円が割引されます。対象は米子市民1人を含む日頃対面している4人以下のグループか個人、1店舗あたりの割引の上限額は県の新型コロナ認証店で100万円です。キャンペーン再開に飲食店からは喜びの声が聞こえる中、上限額をめぐってはこんな声も。スタート時からもうすごい来店数の記憶がありまして、でもうすぐ上限達してしまいまして、ちょっと残念がるお声が半々ということがありましたね。前回この店ではわずか2週間で上限額に達し、一時的に客足は増えましたが、割引の終了後は減ったと話します。それを受けて今回4月ゴールデンウィーク前の約50万と、でゴールデンウィーク終わった後にまたそれ残り50万を再スタートしながら、もう終わったっていうその残念がる声をなるべく少なくするように。割引期間を半分に分け、短期間で上限額に達しないようにして客足の分散を図るとのこと。自治体と飲食店、コロナ禍の中創意工夫の日々が続きます。